大家好、チンスです。今日もよろしくお願いいたします。今日は蹴り技のリフ腿とワイバイ腿を使ってトレーニングしていきます。前もリフ腿とワイバイ腿を繰り返して練習しましたけれども、今日は障害物を置いて、さらに大腿二頭筋、大腿四頭筋、大臀筋、方向筋などの筋肉を鍛えしていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。まず、リフ腿とワイバイ腿の確認します。リフ腿は、ね、はい、内回り。ワイバイ腿は、はい、外回りという動きです。低くでもいいので、ね、中に回って、外に回ってという動きです。みんな、自分の体の体調とか、そしていろいろな自分の体の状況を合わせて練習していきたいと思います。例えば、今日は私はこのくらいのいつも使ってるのこの椅子使って足この上に通すようにしたいと思います。本当はもちろん高くてもいいんですけれども、それ以上の高さのものは今のところないので、この椅子めちゃ自慢やな、その高さのものないのでと言ってしまったんですけれども、みんなは例えばこの後ろ背もたれじゃなくて逆の方でも、ね、こっちの方はちょっと低いのでこれでいきます。それでもいい。慣れてきたら反対、ね、にも行ってしてもいいので、合わせて何か置いたらその筋肉を頑張って使うという意識、ね、全然違いますので、家あるもとでいいです。そして安全で怪我しないようにしていきましょう。はい、じゃあまずこう数えていくと、リフワイバイ、こうリフワイバイ1、つまり2つ終わって1計算していて10回やりたいと思います。だから無理しないように、あと体幹もちゃんとまっすぐしていきますね。手は一応腰の横に置いていただきたい、固定して、ね、手やっぱりこう動くときはこう体の重心はずれるようになりやすいので腰の横に固定していただいていきます。そして、ね、リフ腿下ろすときは足は、足揃わなくていいので、はい、後ろ斜めに、反対も後ろ斜めに、こうやって繰り返していきたいと思います。はい、一緒に頑張っていきます。まず右の足、よい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、パッ、はい、どうですか？ちゃんと一緒にやっていただいた方はわかります。今は支えてるの足の大臀筋とこうずっと動いてる足の方向筋とか、そして大と四頭筋と四頭筋か、四と四いつも間違えます、すいません。で大と二、大二頭筋、もうこれはちょっとすごい日本語すいません、なかなかはっきり言えなくて、でも
気持ち伝えてますね。 OK、 じゃあ反対いきますね。結構さっき言ってたの筋肉のところは今非常にあ疲れたっていう感じですよね。ちょっと保護しながら反対の足行ってもいいし、そして両足終わってちょっと休んで保護してもいいと思います。はい、じゃあ反対の足行くで。あ、1、2、おー、3、4、ドン、タ、5、はい、はい、6、はい、はい、7、はい、はい、8、はい、はい、9、はい、はい、10、ドン、タ、はい、OK。めっちゃ疲れましたね。すみません、場所が狭くてたまにみんな蹴ってしまそうな時もありますので気をつけてくださいね。私さっきも蹴ってしまそうな感じもなってふらつく時もありますので、みんな安全でふらつく時はちゃんと怪我しないようにねしていただきたいと思います。はい、やっぱりこうカンフーなんかの基礎の動きでも、そして組み合わせの動きでもずっと繰り返すことによってすごい部分的な筋肉を期待することができますので、よく私たちは専門素質練習と言ってます。つまり自分の分野のそのトレーニング、専用のトレーニングをすることです。なのでこれからもカンフーのそういう、動き使ってトレーニングもして一緒にしていきたいと思ってますので、めっちゃ疲れたんですよねこれ10回だけで、別に何組とも言わないので毎日10回やってみてください。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、バイバイ。チャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。またね、バイバイ。